いやー、奇跡っすよ。マジで奇跡っすよ。今日勝てたのは本当に。マジでやばいっすよ、今日は。残塁あんだけあって、あんな勝負、あるかな本当に、マジで。劇的やと思いますわ。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりましたジャイアンツ対ベイスターズのですね試合解説の方をやっていきたいなというふうに思ってます。はいはい、大変私興奮しておりますと。はい、ちょっとね、まあ今日デーゲームで、終わってからちょっと時間が経ってるんですけども、遅れて申し訳ないんですが、今日もね試合解説の方をやっていきたいなというふうに思ってます。今冒頭で言いましたようにね、本当にねみたいな試合だったんですね。はっきり言うとクソみたいな試合、本当に、ああまあ負けるやろって、あ、この感じやったら負けるだろっていう試合なんですね。まあ野球分かる人からしたら、まあ 90% 以上は負ける試合、うん、あの展開で言ったらね、うん、だけども本当にねすごいね今日勝てたのは。あのね、今日本当に率直な感じ、これ優勝あるんちゃうかって思っちゃったのって僕だけですかね。この感じで勝てるのって多分よっぽどっすよ、本当に。今日ちょっとね詳しく解説していきたいと思うんで、ちょっとぜひ聞いてみてください、本当にね。はい、じゃあね、動画の構成としてはですね、まず得点シーン振り返っていきまして、その後に、スタメン変更点見ていきたいと思います。はい、で最後3つ目にですね、僕が気になったところであったりとか、ここポイントでしたよとか、なんで今日ここ勝てたのみたいなところをですね、できるだけ本当に分かりやすくね、面白く、伝えていきたいと思うんで、本当に野球分からない人でもね、本当にこのチャンネル見てくれたら本当にマジで野球分かるようになるんちゃうかなっていうぐらいめちゃくちゃ分かりやすく話すんで、本当にねチャンネル登録してください。本当にこれしてないと損っすよ、本当にそうだと思うんで、まあジャイアンツファンの方でもいいし、それ以外の人でもいいんで、本当にチャンネル登録だけしてくれたらね、本当に今よりも100倍野球楽しめるんで、うん、こんだけ野球楽しめたら本当人生変わるぞぐらい僕のこれ解説でわかると思うんで、本当にねよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、てな感じでね、まず得点シーン振り返っていきたいと思います。僕の胸あたりですね、今日の得点ボード、すごく12回まで行ったんで、めちゃくちゃ長いあのボードになるんですけど、ちょっとね、見ていきたいと思います。はい。今日はですね、まあ、僕がこんだけね、冒頭から言ってるからですね、まあ、ジャイアンツが勝ったという試合ではあるんですけども、はい、3対2、ましてや、加えてですね、オコエ選手のサヨナラホームランというところで、劇的な勝利になってるんですね。はい。で、まあ、ちょっと得点シーン振り返っていきますと、まず1回表に、まあ、2アウト1塁からオースティン選手にですね、まあレフトでツーベース打たれまして、先制点許すんですね。はい。で、なんですけど6回裏、これ2アウトランナーなしから丸選手のこれもうね同点ホームラン、これ痺れました。はい、もう素晴らしいバッティングです。はい、マジで。はい、で8回表にですね、1アウト2塁から佐野選手の、レフト前のタイムリー、これも技ありでした。もうこんな感じ、こんな感じで打って、もうなんとかバッター出ますみたいな感じで、こんな感じで多分顔こんなになってると思うけど、こんな感じでヒット打って逆転されるんですね。で、で9回ぐらいにですね、これがねめちゃくちゃでかかったんですね。本当にこれ死ぬほどでかいんですけど、まあ後で解説ねしていくんですけど、これ2アウト1、2塁で中山選手、これねライト前ヒットですね。今日1軍はね、昇格してきたばっかりのね選手、まあ今日横川選手もそうですし、まああの中山選手もそうですけど、めちゃくちゃ活躍してくれるんですね。素晴らしいと思いました今日ね、本当に。で、まあ最後、10回11回 0-0 で終わってて、あー、これ同点で終わるかな、引き分けかなと思ってたところですよ、これ12回裏、これ2アウトランナーなしからオコエ選手のサヨナラホームランというところで、素晴らしいよと、本当にもう安倍監督のコメントに笑っちゃったんですけど、練習では3億円プレイヤーの打球打ってますみたいな感じで言ってて、ちょっと笑ってしまったんですけど、でもほんまにねそれぐらいね、素晴らしい選手だと思うし、今日はね伏兵っていう言い方はちょっとあれですけども、ちょっとね、まあその控えの選手であったりとかね、そういったところの選手がすごく輝いた試合だったんじゃないかなと僕思います。はい、じゃあですね、次はですね、得点シーンじゃなくて、すいません、スタメンの変更点ね、ちょっと見ていきたいと思うので、僕の顔あたりにですね、ボードを出しまして、
ちょっとね、見ていきたいと思います。はい。じゃあですね、ホーム側からいきましょうか。ホーム側からのジャイアンツから見ていきます。スタメンの変更点、5日のヤクルト戦からの変更点になるんですが、変更点なしです。はい。珍しいんですけどね。はい。まあ、後半に来てね、メンバーが固まってきたなっていう感じはすごくしますと。で、ピッチャーはこの間戸郷だったんですけども、今日は井上というところで、スタメンの変更点は特にありませんでした。はい。で、対する DeNA はですね、5日の広島戦からの変更点になります。まあ、DeNA もですね、この5日、サヨナラ勝ちというところで、勝ってきてる。確か6連勝してるのかなっていうところがありますんで、非常に、チームの状態いいですよと。打撃の方もいいですよというところで、その強力打線にですね、井上投手がどれぐらい頑張れるかっていうところですよね。で、スタメンの変更点で言うと、2番のセンター、海老名選手が今日は桑原選手に変わってるというところ。で、ピッチャーはケイ投手から今日は石田投手というところで、まあ、これだけね、チームが調子よく来てるんで、まあ、あまりスタメンも変える必要はないというところで、まあ、ジャイアンツ戦に挑んでるというところでございます。はい、じゃあですね、こっからですね、僕が気になったところであったりとか、ここポイントでしたよ、ここ絶対分かっといてねみたいなところですね、解説、できるだけ分かりやすくね、解説していこうと思うので、ぜひこっから見てください。これはジャイアンツファンだけじゃなくて、本当に野球ファン全員が見た方がいい。はっきり言うけど、本当に自信持って言うけど、これは全員見た方がいい。絶対楽しいから、今日の試合なんか特にね。はい、じゃあ行きます。はい、今日いきますよ。結構長いかもしれないです。できるだけ短くいきます。はい、まず1回表、まあ点取られてしまった。ジャイアンツが点を取られてしまった。先制点を許したという回なんですけど、はい、ワンアウトから桑原選手、ライト前、ワンアウト1塁から佐野選手のライトフライ。で、ワンアウト、ツーアウト1塁になるんですね。で、オースティン選手にこれ2塁で打たれるんですけど、まあこれもね、まあ3-2という、3ボール2ストライクというフルカウントのカウントから打たれたんですけど、まあ、これもね、そのフルカウントになる前のボール、フォークボールを見切ってるんですね、オースティン選手。見切ってるんですね。で、大城選手、大城捕手ね。まあ、大体バッターって、2-3 になる前は見逃せたボールも、2-3 になると、やっぱ打ち気が流行るんで、同じボール行っても、振る確率って結構高まるんですね。で、それでもう一球フォーク行ったんですけども、そのフォークが浮いてしまって、まあ二塁で打たれちゃったというところで、まあもし、その前の球と同じボールを投げれてたとしたら、もしかしたらこれ空振り三振してたかなっていう感じはあるんですけども、まあ井上投手からしても、やっぱりフォアボール出したくないよっていうところがあったんで、ちょっと甘く入ったなっていうところはありました。はい。で、次、一回裏見ていきましょうか。今日ね、めちゃくちゃ残塁というのはこのランナーがこう溜まってるんだけども点が入らないっていうのがめちゃくちゃあったんですね。確かもう本当にセリーグ記録とかそれぐらいのレベルでね、残塁が多かったんですね。で、この1回裏もですね、これ点取られた後のイニング、まあこの2アウト満塁まで行くんですけども坂本選手がまあサードゴロに倒れてしまうと、まあ当たりとしては悪くなかったんですけども、まあ今日はこういう場面が非常に多いと、満塁であったりとか2、3塁であったりとか1、2塁とかね、ランナーが複数にいるときにまあバッターが打てないっていうのがね、非常に大きかったんですね。で、まあ浅野選手とかもね、満塁で2回チャンスあったりとか、まあそのいろいろあったんですけども、正直ね、やっぱ主軸が打たないとダメだと思う。やっぱりこう、坂本、岡本、このあたりが、今日はやっぱり止まりすぎというかね、本当にストッパーだったんで、そこはね、なんとかね、まあ今日勝てましたけど、ちょっと今日はね、そこの二人っていうのがね、本当になんとかね、してもらいたいなっていうところはね、ありました。はい。で、3回裏ですね、次もね、見ていきたいんですけど、もうチャンス死ぬほどあるんですね、本当に。これね、吉川選手がまあこれ二塁打って、モンテスがこれレフト前打って、ノーアウト一三塁の場面作るんですよ。で、岡本選手がこれファーストへのこれファールフライ。これ地獄やね、本当に。まあ、難しいのはわかるんだけど、うん。で、ワンアウト一三塁で大城さんがフォアボール。で、ワンアウト満塁で坂本さんって時に、アンダースローの中川投手が出てくると。で、まあ右バッターでアンダースローって結構難しいんですよ。右のアンダースローと打つのね、難しいんですよ。で、まあこれもファーストフライ打ち上げてしまうと。で、ツーアウト満塁で浅野選手も空振り三振というところで、まあね、浅野選手を攻める、ところは全くありませんよと。
正直このノーアウト一三塁でのこの岡本選手のファーストフライ、これがでかすぎるんよ。このミスショットがでかすぎる、本当にマジで。はい、で次5回裏いきましょうか。これ5回裏もね、山崎康明投手が出てきて、ツーアウトから岡本、大城、坂本と3者連続フォアボール出すんですね。これどうしたどうしたと、ワンアウトツーアウトすぐ取ったのに、ツーアウトから全然点なんかコントロール悪なったみたいな感じになって、でもまあツーアウト満塁で浅野選手がまた空振り三振してしまったと。まあまあまあ、これもまあ仕方ない、まあ打ってほしいけど、まあそのね、まあやっぱ主軸ですよね、打ってほしいのは正直ね。はい、でこのプレーもありました。これすごいプレーあったんですけど、6回裏ね、これね点取った回なんですけど、この点の取り方がねなかなかない取り方したんですよ。どういうことかっていうと、これね伊勢投手出てきたんですよ、この回から。で先頭これ川崎選手フォアボール選んだんですね。でノーアウト一塁でピンチヒッター増田大輝選手行ったんですよ。でここでバスターエンドランしたんですよ。バスターエンドラン、バスターエンドランっていうのはバントの構えからエンドランして、ランナーは走ってるっていうのをバスターエンドランって言うんですけど、これでピッチャーゴロのゲッツー取られるんですね。でこれやっぱあの皆さんも野球してる方多いと思うんであれなんですけど、野球においてエンドランをするときにセンターラインに打ってはダメなんですね。なぜかというと、ランナーが走れば、ショートであったりとかセカンドっていうのはそのバックアップ、キャッチャーからの送球に備えるために、センター寄りというかセカンドベースにこう集まってくるんですね。だから、エンドランをするときは1、2塁間とかそういう空いた場所を空いた場所に打つのが鉄則なんですよ。ただここで増田選手がバスターエンドランで、ランナーが走ってるんで、二塁に集まっていくんですけど、その二塁に集まっていくところに打っちゃったっていうのがあって、これゲッツー取られるんですね。これは絶対外さないといけない。うん、絶対センターラインだけは外さないといけないっていうことは皆さん覚えておいてください。はい。なんですけど、このアウト、まあゲッツーの取られ方、言うたら最悪じゃないですか。おいおい、増田何やってんねん、おいってなってるんですよ。で、ここでね、劇的なのが、ツーアウトランナーなし。丸選手でここでホームラン打つんですよ。これね、野球ってよく流れのスポーツとかよく言いますけども、この流れ言うたら最悪な流れで、これをね一振りで流れを変えちゃうっていう、この丸選手大変素晴らしいでございます。本当にマジで丸って感じです。マジで丸って感じです、ほんまに。はい、で、そうですね、8回もでいきましょうか。次ね、これ点取られちゃった回、バルナードがね、はい、先頭の梶原選手に、ショートへ内野安打で、桑原選手バント成功で、ワンアウト二塁で佐野選手レフト前ヒット、まあこれもツーシームでファール打たして、外のストレートボーンって、もう本当にボール球なんですよね。それをうまいこと打って、まあレフト前っていうところで、まあこれは佐野選手が打ったのがねうまかったなとは思いますと。ただね、その後ね、船場様投手がしっかりオースティンと牧選手を抑えれたっていうのは非常に素晴らしかったなというふうに思います。で、行きましょうか。これ8回裏、DeNA がね、ウェンデルケン投手がね出てきまして、ツーアウトからまた吉川選手がヒット打つんですね。もう大活躍ですね、吉川選手ね。はい、でツーアウト一塁でまたモンテスがこれ、二塁打打ちますと。このパターン多いですね。2番3番打って4番打てないっていうね。でこれツーアウト二三塁で岡本選手空振り三振、これ何やってんねんって。本当にストレートストライク、ストレートファールで、ストレートね高めのインハイのクソボール球振って三振するっていうところで、これちょっと頼むでカズマって、本当にもう一本出してくれたらいいのにって。まあ難しいんだけどね、その一本出すのが難しいんだけど、これちょっとねどこまで振ってんのって思いました、正直ね。はい、で9回表ね、今日ねビハインドなんですけど体勢出して三者凡退を抑えると、これ素晴らしかったと思います。はい、で9回裏、これねこれも点入るんですけど、ジャイアンツが同点追いつくんですけど、これもねしっかりねやっぱりねミスしてるんですよ、 DeNA が。本当にワンアウトから坂本選手ね、ライト前ヒット出まして、ワンアウト中で浅野選手空振り三振。で、ここで、ツーアウト中でピンチヒッターのチョンさんが、サードゴロエラーで出るんですね。これも、正直、これエラーしてなかったら今日負けてるんですね。はい。はっきり言って負けてるんですよ。これがエラーしてくれるんですよ。送球エラーね、してくれるんですよ。で、この時の配球っていうのも、森原投手ね、出てきたんですけど、これフォークボール4球投げてるんですね。フォーク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 って言って、で、打たされて、サードがこう、ファーストにボートっていうか、まあちょっとワンバーンみたいな感じで投げてエラーしたんですね。で、ここですよ。ここですよ。今日激アツ場面。これ配球ちゃんと見ていきたいんですけど、
これ、ツーアウト1、2塁で、これ、中山選手ね、これ、ライト前ヒット打ったんですよ。これ、マジですごいですよ。これ、マジですごいですけど、これね、何がすごいかっていうと、4球とも全部ストレートなんですね。はい。で、ストレートを全部やって打てるやん。簡単やん。って思うじゃないですか。今言いましたでしょ。前のバッターの長野さんの時の配球覚えてます？フォークボール4球なんですよ。全部フォークボールなんですよ。で、中山選手、ネクストバッターサークルで見てるわけですよ。あら、フォーク多いなーって。フォークめっちゃ投げてくるやんって思ってるわけですよ。で、ここで、中山選手ね、ライト前ヒット打つわけですけど、ストレートファール。ストレート、あ、じゃあストレート空振り。ストレートファール。で、ストレートボール。で、これワンボールツーサイドでしょ。もうここのカウントってもう絶対フォーク来るやろと思うわけですよ、バッター。うん。もうここで絶対変化球やろって。で、さっき長野さんに4球フォーク言ってるし、絶対左バッターの俺にフォークボールやろって思うわけですよ。で、そこで、相手のね、山本捕手、裏書いてもう一丁まっすぐ行ったんですよ。で、これも、コースも、球の強さも素晴らしかったんですよ。インハイ行ったんですね。もうこれ普通に言ったら空振りか、もうサードフライです。ギャン詰まりのサードフライになるところを、これ中山選手ね、ファームでしっかり振り込んできました。本当に状態もいいですと。それで詰まりながらバーンライトに持っていくんですよ。これね、素晴らしい。普通だったらね、裏書かれて見逃し三振とかしちゃうところなんだけど、これをね、本当に何クソっていう、あの、魂というかね、気持ちで打ってるっていうところ、本当にもう球に食らいついてるっていうところが、もう僕ちょっと感動してね、本当に素晴らしかったなと思います。これ、マジで素晴らしいからね、これ。みんな覚えといてね、中山選手の今日のバッティングね。はい。で、これ同点追いつくでしょ。で、それで10回もでも結構危ない場面あったんですよ。これ、高梨投手出てきて、2アウト1、3塁という場面で、オースティン迎えた時に、これね、敬遠するんですよ。申告敬遠するんですよ。で、次のバッターで牧選手なんですよ。牧選手も危ないじゃないですか。で、オースティンか牧かっていう風なところで考えた時に、今日の調子だったらオースティン、まあタイムリーも打ってますし、外しとこって、申告敬遠しようと思って、で、牧選手と勝負するんですね。で、牧選手も、まあ、あの、その前の打席かなとかも、空振り三振とかしてたんですけど、ちょっと、ハーフスイング、多分本人で言ったら絶対止まってる。僕も、あれ振ってないやろと思ったんですけど、それを一塁審判がスイングって言って、三振してたりとかしてたんですよ。で、まあ、そういったこともあって、ちょっと今日の牧選手の、まあ、流れ的にね、あ、これちょっとあんまりこう、良くないなっていう。うん。実際あんま振ってないやろなっていうところを取られてるんで、ストライクって。スイングアウトって言われてるんで、ちょっとね、マキ選手今日はね、良くないなって思ってたんです、僕。で、それで、ツーアウト満塁でね、満塁策取って、マキ選手と勝負して、これ最後ね、ショートゴロ、あ、ショートゴロじゃない、セカンドゴロ打ち取って、これね、ピンチをね、脱出するというところで素晴らしかったと思います。この選択もね、非常にハマったんじゃないかなと思います。でですね、今日ね、まあその途中からというか、副兵というかね、控えの選手がよく活躍しましたよというふうに言いましたけども、これ横川投手ね、今日1軍上がってきまして、で、これ11回表から横川投手2イニング行ってるんですけど、これね、まあ僕横川投手何回もバッティング組んだことありますし、彼の性格っていうのはね、本当によくわかってるんですけど、彼はね、ピンチになればなるほど、本当にプレッシャーがかかる場面になればなるほどですね、本当に彼自身の、実力というか、本当にこう、気持ちが強いピッチャーなんで、本当にね、やれる子なんですね。で、この場面とかもめちゃくちゃ緊張するわけじゃないですか。2対2ってわけでしょ。で、このゲッツーが大きかったですよね。11回表のこの強打選手のゲッツーもそうですし、このベースカバーでね、こう自分の足でこうパーンってこうファーストベース蹴ったのもすごくうまかったですし、この12回表のね、桑原選手をショートゴロゲッツー取ったもそうですし、完璧にね、この横川投手が投げて、2回連続ね、2イニング連続ゲッツーっていうのが取れたんで、あの、中でガーン、巨人に向いたわけですよ。これ本当に。これ本当にね、本当に素晴らしいなと思うし、やっぱこういう場面でね、自分のパフォーマンスを出せる選手、まあ別に野手、投手、関わらずね、めちゃくちゃやっぱり、まあメンタルが強いというか、まあ逆境に燃えるというかね、もう生まれながらにいるわけですよ。うん、本当にあの漫画のメジャーってあるじゃないですか、野球漫画のメジャーのあの、シゲの五郎じゃないけども、本当にピンチになればなるほど逆に自分の力出せるみたいな選手って本当に貴重だなって思うし、やっぱりね、みんながそういう風になってほしいっていう風には思うんだけども、やはりね、
そこはね、全員が全員そういう風にはなれないというところで、非常にね、やっぱりいい選手の特徴なんじゃないかなと思います。で、最後ですよね、これ12回裏。ツーアウトからこれ、オコエ選手、サヨナラホームラン打ったわけですけど、これもね、なんか安倍監督がね、おい、オコエと、お前ホームラン狙ってこいと。で、まあ冗談な感じで言ってたみたいなんですけど、これでね、本当にそれでホームラン打っちゃうっていうところ。で、森原投手かな、森原投手じゃない、佐々木投手か。から5打数5安打らしいんですよね。通算打率が。うん、だから素晴らしいなと思いましたし、本当にね、こういう試合、もうクソみたいな試合ですよ。正直言ったら、これ今日負けてたらボロクソ言おうかなと思ってたんですけど、本当にこういう試合を勝てたっていうのは、本当にジャイアンツに流れがこう、ジャーって、この間のモンテスのスリーランの時もそうでしたけども、あの試合はね、負けちゃいましたけども、今日の試合っていうのは本当にね、なんかこのジャイアンツが優勝、あの試合から流れ変わったな、みたいな感じで言えるような試合になるんじゃないかな、っていうふうに個人的に思いました。てな感じで今日は終わっていきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっていきます。じゃあね、バイバイ。